あと私が今回1月の5日と6日に、小論文、初めての試みなんですけれども、よろしくお願いしますということで、考える力とかですね、あといろんなテーマに応じてさまざまな切り口をですね、私流にちょっと話してみたいなということですね。書き方とか基本的なことは北山先生がいつもお話しくださってると思うので、その辺はさらっといくと思うんですけれども、物事に対する見方ですとか、あるいはそのテーマに対してどう向かうのかとか、ちょっと別の視点でっていうことと、あとこれまで私が十数年、16年ぐらい立ち入りにお世話になって培ってきた、アートへの見聞ですかね、そういったものも踏まえて土台にしてお話しできればなっていうふうに考えてますので、何かこう書くきっかけですとか、あるいは当日の思考の手助けができると思いますので、よろしくお願いします。小論の中にも、自身の、そのアートに対する、こう芯のあるね、考えっていうのをいつも出してっていうふうにいつも言ってるんですよ。それ、川部先生の、小論の講義を受けることで、またさらにちょっと花開かせてください。花をひらね。ご自身のですね、花を開いて、川先生の話を聞くことで、また気づかないところでの開花っていうのが多分あると思うんですよ。そこを期待して、川先生の小論を受けてください。また、自分は、その書き方とかもの方も、担当しているので、自分のその北山の、小論のその切り込みとはまた別の、また別の切り込みを、川先生なさると思うんで、そこで何か発見があると思うんですね。で、その発見を大切にしてもらえると、今後のその、もちろん入試のためにやってるんですが、入試以降、目に見え、まだ今の段階ではすぐに点数にならなくても目に見えないかもしれないけれども、将来的に大きな活動源になるはずですので。大切に、してもらえるといいと思います。必ず役立ちますよ。やっぱり自分の作品に関して、いかに語れるかとか、人に対して解説できるかっていうところはやっぱり基本だと思うんで。ボキャブラリーを増やすっていうのももちろんあるんですが、その感性の面でも、今日洞察力とか今日やりましたけど、そういう目をですね、養って行っていただけると良いかと思っております。